ちは萌です。今回はですね、ハケの使い方についてお話をしたいと思います。ハケといってもですね、いろんな形があるんですが、ホームセンターに売っています。いろんなのが売ってます。で、用途に合わせて毛の硬さとか種類がですね違ったりするんですが、その私がホームセンターで大量買いしてる、お買い得なハケを買っている動画も出してるんですね。その時にちょっと種類の説明とかもしているので、そちらも見てもらえたらと思うんですが、私はですね、ハケ壁画を描く時に使います。で、その壁画を描く時なんですけど、これ別に絵を描かなくても色を塗る時も使うので、例えば壁の色を変えたいとかですね、あとはなんかこう日曜大工的に何かこう作ったとして、それに色を塗りたいとか、そういう時にもよくハケ使う、シチュエーションあるかなと思います。なので、そういう時にどうやったら綺麗に塗れるのかっていうのをですね、ちょっと、お話をしたいと思います。なので、使ったことない方とかですね、いつも使ってみるけどペンキがあんまりこううまく塗れないとか、そういう方にですね、参考になればいいなと思います。はい、で、今回はですね、ペンキ塗る時、普通にザザザっとただ一色で塗るだけだったら皆さん結構上手にできると思うので、エッジをきれいに描く描き方、これをお話ししたいと思います。で、エッジっていうのはこの端の方のことですね。で、この中の方、こうやって塗りつぶす中じゃなくって周りのところ。で、これ別に塗りつぶすもの、例えば一色で全部塗っちゃう、壁全部塗っちゃうっていう時はあんまり意味ないというか、いらないかもしれないんですけど、こういうエッジ、例えばここ丸くしたい時にですね、こういうボソボソってしたエッジだと仕上がりが汚いです。なので、ここをきれいにまっすぐな線にしたいっていう時ですね。そういう時どうするのかというとですね、まずはペンキをしっかりとつけること、そしてあとスピードです。この筆を動かすスピード、これをかなりゆっくりにすること。ただここで注意が必要なのが、たっぷりつけすぎてもいけないし、ゆっくり動かしすぎて筆がブルブルっと震えるとかですね、こうガタガタしちゃうのも NG です。なので、まあちょっと練習が必要かもしれないんですが、この筆の動かし方というかスピードですね、これぐらいゆっくりやります。スローモーションにはしていません。これぐらいリアルに、これぐらいの動きですね。まあ、遅いんですが、これがね一番早くできる方法です。そうするとこういうふうにくっきりとパキッとはっきり綺麗な線が描けます。綺麗なエッジができます。で、そうしたら中はこうザザザーと塗っていけば形がね綺麗になります。ただこれ最初に絵の具をいっぱいつける、ペンキいっぱいつけるって言ったんですが、つけすぎるとこういう風にね余ります。そうするとそのままにしておくとボコボコしちゃって表面がね綺麗にじゃなくなるので、余っているところはさっきみたいに、拭き取るというか、ちょっとね取ってあげる方がいいです。で、スピードも遅すぎると、まあ、自分のこのどれぐらいのスピードがいいのかっていうのはこう書きながら分かってくると思うんですが、遅すぎて、例えばまっすぐな線を書きたいのに遅すぎてガタ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 しちゃってボコボコになっちゃうと綺麗なエッジじゃなくなっちゃうので、その辺はねスピードもある程度こう考えながらやってみてください。で、なので2つですね、絵の具をしっかり、ペンキをしっかりつけること、そしてゆっくりと動かすことです。これはですね、今回は普通の外壁用のペンキを使ってます。アサヒペンですね、普通の太陽灯のペンキです。これもですねペンキなんですが、普通の絵の具でも、ハケじゃなくても普通の、絵の具用の筆でもですね一緒です。なので、普通にハケを使わない人もですね、筆で試してみてもらえたらと思います。ペンキ、絵の具のつける量、そして筆の動かすスピード、これをね、ちょっと注意してもらえたらなと思います。はい、いかがだったでしょうか。これからハケを使うことがあればですね、ちょっと参考にしてもらえたらと思います。で、まあハケのこととか絵の具のこととか
ペンキとか何でもいいんですけど、何かこう質問があればですね、コメント欄に残してもらえたらと思います。ということで、また次の動画で。バイバーイ。